こんにちは。今回は3分間でガチガチ背中をほぐして姿勢を変えるストレッチ、トレーニングです。まずは四つん這いの姿勢でスタートします。バードドッグからです。左右交互に両手をまっすぐ伸ばします。バランスを取りながら目線は床、手足は外側に引っ張り合うように伸ばします。お尻や体幹も同時に鍛えるトレーニングです。うつ伏せの姿勢で両手をまっすぐ前に伸ばします。次はバックスクイーズです。肩甲骨を意識して上体を起こしながら肘を後ろに引きます。体を反らすのではなく胸を張ることを意識しましょう。背中の中央を通る脊柱起立筋に効果的です。綺麗な姿勢になるだけでなく骨盤が安定し腰痛改善の効果もあります。あぐらの姿勢で座ります。背中で両肘を寄せてバウンスします。両手のひらは外に向けて肩甲骨を寄せるイメージで肘を背中の後ろに向けてバウンスします。姿勢はまっすぐ、胸を張って首は長く保ちます。常に肩甲骨を意識しながら繰り返します。次は背中で手のひらを向かい合わせ近づける動きです。肩を下ろして胸を張って繰り返します。手は指先までまっすぐ伸ばすとより効果的です。パタパタとテンポよく繰り返しましょう。両手同士は触れなくて大丈夫です。胸を開くことを意識します。最後は膝を抱えるストレッチです。仰向けの姿勢で両膝を抱えます。両膝を胸に引きつけるように引っ張り背中から腰までを伸ばします。お尻や裏ももの柔軟性も高め反り腰予防にも効果的です。呼吸は止めずゆったりとした呼吸で左右交互に吸ってみましょう。お疲れ様でした。隙間時間でできるのでぜひ毎日繰り返してみてください。他にも短時間で効果的なトレーニングやストレッチたくさん紹介しています。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。またこちらの動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。